白ワインで。え？いきなり白ワイン。めっちゃ行くやん。例えば白ワイン飲んでるやつは今30歳の疑いがある。いや、ちょっと待てよと。うん、なんかおかしくないか。おうおう、男のためのバラエティチャンネル全力マンキーシーズン2。男性視聴者 87%、 どうもカツモンです。歌えよバモン。本日は男の遊び企画です。おい、何かによるからね、これは。この前コスモハイツのライブイベント行った時、うん、女の子に話しかけられて、男の遊びシリーズ一番好きです。はい、こっち側の方が好きっていう人もいるもん。そして勝本さんの心境だがこちらになります。そうっすね、こちらそんな感じになってますね。いや、食べやん、はい、なのだけ。やめろ。まあ、そんなね、ワクワクしてる勝本くんに今日もっとワクワクしてもらおうかなということで、前回ね、イステレさんとコスモハイツさんと合同コラボみたいな感じで、はい、まあ、相席ラウンジ行ったんですけれども、まあ2回行って収穫ゼロやったんですよ。マイナス。むしろ素人を行くっていう勇気とか負けん気っていうのをちょっと忘れてほしくないなと思って、今回の遊び4対4謎の社会人合コンを攻略せよです。うわ、合コンか。社会人合コン、逆にちょっとスタンダードな気分に変えてもらおうかなと思って、簡単に説明すると、合コンっていうのは合同コンパ、友達とか集めて一緒に飲んで、まあ、ワーキャーしましょうよっていう回なんですけど、まあ、それの社会人版。一応いきさつ言うと、僕と勝門の共通の友達が東京に住んでるんですけど、彼が合コン4対4でやることになったけど、自分がコロナになって行けへんくなったから、代わりの人を探してると。おお、勝門くんにどうやっていうので今回提案させてもらいます。一応今回その4対4の内訳、まず男、共通の知人を A やとした、A の知人のディレクターさんとプロデューサーさん、えで、あとが芸人さんっていう、すごいエンタメ系。そう、エンタメ系っぽいんで、勝門さん的にもフィールドはめちゃくちゃ前よりいいんだよね。めっちゃいい。公務員公務員公務員勝門じゃないんや。そうです、そうです。それってやばすぎるから。勝門ってジャンル、女の子側ですね。主催者がマッチングアプリ Tinder で出会った女の子の連れ4人みたいな。最近はそういうのあるんだ。あるみたいですね。その男と女の接点がゼロの状態で始まる社会人合コンやから。それを2人で。違います、勝本さん1人です。え、また何やねん。僕出えへん。出てないわ。出番減ってた。だって4人やろ。そう、男3人すでにいる。 YouTuber 譲れ。1枠合コンですって言って行くのは大学生ぶりぐらい。多分俺とかっちゃん一緒に何回かぶりぐらいですよね。大学生の時めっちゃ合コンやっててゼロ抱きっす。大体飲みゲーみたいな、女の子飲まして抱くみたいな、大学生なんで。ただ俺そういうのも飲みゲーなんかやるなよ、ちゃんとこう問いに合ってんねんから、お互いをこう喋って笑いや笑いやみたいな、絶対飲みゲーはやらへんみたいなのを事前にこう男子に言って、お笑い払って、もうわーってやって、抱かんと帰る。何やねんそれ。ただのうざいおっさんやねん。でも俺らからしたらありがたい、盛り上げ役やから。あゼロ抱きやけど俺らは抱けるから。なるほどなるほど。ただやっぱ今回社会人合コンやから、ノーマル合コン、ちょっとこれはめっちゃカッチリしてるイメージ、そこを発射するってことですよね。そうでございます。目標はね、新橋であるとのことなんです。新橋の僕ら待ってますんで、頑張ってきてください。お前らスマブラしとけ。また相席の時もやりやがって。じゃあ行きます。いやいや、いらんて。高評価ボタンをリトカツだと思ってタップしてね。お疲れです。お疲れっす。やったぞ。じゃあスマブラやってるよ。やったんですか。男の遊びの合コン発射ですからね。男も初対面の人多かったんで、10年ぶりに会う人、共通の知人がね。そう、男だけで1時間前に集まって、男の仲を深めてから行った方がいいんじゃないかっていう提案を私自らさせていただきまして、今日男だけで、まあ、集まって、でまあみんなの情報を聞いて、どういうモチベーションで来てるんかと、はい、お前らは話の種になればいいかな。なんかちょっとひよってない、みんな。そんなアグレッシブではないんや。それで言うと俺やから一番話の種にしたいの。そうやな。俺も最初に全部言おうと思って、実は今日男の遊び企画ですと。カミングアウトしましたか。風以外でこういう遊びをして、ここでまあ結果を残して後で喋るのをいつもやってるんです、うん、やっぱみんなエンタメ系やから、それめっちゃおもろいです。はいはい。あ、それはもう手伝いますわ。お、ちょっと団結力そこで生まれてきて、その女性は得意なんですかって。一人はもうガールズバーの女の子と手触れになりますと。結構扱い慣れてる。一人はもうこの合コン自体に結構意気込んでまして、香水つけてますと。おお。で、一人は芸人なんやけどおとなしめの感じで、まあイケメン。おいいじゃないですか、うん、ということでだいぶ早く着いちゃって1時間前ぐらいに、うん、先に飲んどきたいなみたいな、1人が、うん、仕上げてから行った方がええんちゃう、はい、で違う店行こうとしたんですけど、それやったら予約してる店を電話して先入らせてもらって、はいはい、そこでもう飲んどく、はい、いいじゃん、あ、でそうしましょうかって、うん、この店に行ったんですよ。
で、その店が高い椅子、カウンターみたいな、あれに机があって、バランスの悪い椅子にクーラー消してるんですよ。中肉中背の30代近い男からしたら、これで合コンきつないと思って。まず温度。温度きつい。消してるやんみたいな。は涼しいけど消したら暑いってみたいな。フィールドに文句言ってるやん。その表参道の女の社長の温度のせい部屋の感じにしてるやん。21度。暑すぎてもう出ましょうって言って汗かくだけやから、出て15時間になってから行きましょう。はいはい。男性側の参加者あだ名つけてほしい。分かりづらい。ガールズバーディレクター。ガールズバーに入り浸ってるディレクターさん。香水プロデューサー、はい、と言います。3階とかなんですけど、はい、3階行ったら、うん、テーブル3つあるんですよ。ここにこう椅子が4つずつ並んでる、うん、3組入れる、はいはい、そこに女の子が444で座ってて、えどれ全部合コンみたいやん。こっちでーすみたいな感じで奥の人が呼んできて、うん、そのテーブル内で一番行きたくない席やなと思った席やったんですよ。最悪やん。一番だからハズレやったグループ、はい、でちょっと今回フェイスの方はちょっと後で言わせていただきます。ちょっと諸事情がありまして。なるほど。そのテーブル3つの中で一番嫌やなみたいな感じ、うん、テーブルを牛丼屋で言うんやったら、うん、うな牛丼、はい、牛丼ミニ牛皿みたいな。先にバンって座られてたから、バンって座られて湯皿と思って、で湯皿と思ってないやん。まあ正直まあもうこれが社会人合コンかと。お互いビビッと来てない感が。いやまあ向こうは知らんね、向こうは知らんけど、うん、男側の方が、まあ、42歳かもしれん顔してる人もいるぞみたいな。結構上の幹事の人は35ぐらいで、他は若いですよみたいな情報やったんですけど、もう一人はまあ若めの感じ、20代の感じやけど幅国さんぐらい。やるなぁ。でこう座ってでちょっとみんなニヤニヤするみたいな。全員エンタメ畑やからね。そうそうそう、面白く感じちゃう。みんなその斜めで見る目線があるから、うん、相席屋とかさ、コスモとかさ、いきなり何の子の話したりとか、うん、エッチなゲーム始まったりとか。そうやな、展開早い。どれだけいきなりエロを入れれるか、うんうん、でそこの相談で、俺がその YouTuber か YouTuber じゃないかって言うか問題めっちゃ迷ってて、うんうん、ちゃんとした人と出会えたりとか、ちゃんと職を証券会社とか、うんうん、だからもう言わん方がええんちゃうかなみたいな相談してて、みんなそういうエンタメ系なんで、うん、言った方がいいんじゃないですか。絶対言ったらどんなチャンネルって聞かれるから、うん、そこで自分のネタ系なんですよ、エロのこう世界にすぐ行けますやん。餌にされてるやん。そうそう、他の参加者に自己紹介から。おもろ。最初芸人のやつが大ちゃんって呼んでください。はい、大ちゃん。みんな20後半ぐらい。みんな同じぐらい。一個違いぐらい。香水 P が阿部ちゃんって呼んでください。阿部ちゃん。阿部ちゃん。で、ガールズバーディーがリュウちゃんです。リュウちゃん。かっちゃんです。IT 関係の取り開発の会社をやりつつ、YouTuber やってます。うわ、ちょっとかっこいい目にしてるやん。それにしてランディング。おえぇ、ー、みたいな、うん。どういうことですかみたいな。ガールズバーディーが。いや、でもすごいですよね。え、何何何みたいな。どんな名前でやってんの、全力マンキンっていう。下ネタ系なんですけど。まあ、これはまあ、サブの仕事というかね。ほんま普段は会社経営がほんまのあれなんですけど、見てんのこうやって、うん、顔がだんだん88歳。絶対言われるな。びっくりするわな。え、何この人ピンクの、うわうわ、海の中で時間がそれ俺のやつや。あんまいい反応じゃなくて、やっぱりその変な人みたいな。そうやな、ちょっと見とったな。俺らがやっぱ慣れてしまってるだけで、一般社会はおかしいから、こんな奴らが来んのは。ノリが違うというか、ちゃんとしてるじゃないかな。そうやな。ちょっとみんな、はぁ。わかんな顔でわかるんですか。ちょっとテンション下がってるんですよ、序盤ね。でもお酒を頼むっていう時に、うん、僕ジンジャーハイボールでカシスオレンジ生ビール白ワインで、えいきなり白ワインめっちゃ行くやん、酔いに来てるやん、まあ確かにねみたいな感じで、阿部ちゃんがおえ白ワインはね結構酔うからね。まあ乾杯って感じで、どんな仕事してるんですかみたいな、うん、人材系の仕事してます、教育系の仕事をしてます、ジムやってます、あんま詳しく言いたくなさいからもう聞かず、ただやっぱ白ワイン飲んでるやつは今その子がちょっと40歳の疑いがある、ね、もうなあのなその子って言われへんもんこっちも酔っ払おうみたいな、阿部ちゃんが白ワインください、おお、阿部ちゃん連れてきた人が来たと、おお、じゃあその子がまあまあ可愛い、おお、ちょっとみんなファッちょっとやる気出てる、うん、阿部ちゃんと芸人大ちゃん40歳疑惑と新しく来たちょっと可愛い子のこっちで肩幅クニーさんぐらいの女の子と漢字の35歳のアバターみたいな、アバターはやろ、アバレとガールズバーディーのこう、まあ、こう分かれてこう天井は悪いっすよ、そう俺はあっちがええな、であっち結構そのノリが良くて、阿部ちゃん白ワインええいやな飲みまくるみたいな、飲め飲めみたいな、女の子はいいなと思う、こっちはちょっと私はその人材系のまあやっててみたいな、ワントン
マネジメントみたいな。あ、いや、マウント取るマネジメントって言ったガールズバーディーが小籠包を思いのほかグッて噛んでもって、うん、ほんまガチで、うん、汁が別れて2人にカーンついてえ、もう最悪なんだけど、ちょっとぐらいやったら許せるけど、マジでガーンってついたからめちゃくちゃ量、ちょっとこれは怒っても仕方がないなぐらい飛んでたんですよ。もうごめんごめんごめんみたいな、クリーニング代払う払うみたいな、うんうん、え、何してんねんお前と思って、で、これ76,000円ですよね、そうだよみたいな、うん、76,000円かみたいな、めっちゃしょうもね茶番やってるやん、払いますバーハーハーそれで受けんの、けるそのバーで受けんの、しっぽり飲んでるだけど、マッチ来たらみたいな、あっちはもっと進んでて、もう気づいたら阿部ちゃんがうわおい酒持ってこい、どうなめちゃめちゃ弱いのに白ワインいってるやんみたいな、切っちゃったんや、俺はテキーラーおうくれめっちゃおもんない感じ、もう開始13分ぐらいでそれいったんやと思って、はい、何のクリエイティブもなくなってしまったプロデューサーやもんな、そうプロデューサーのこんなとこ見たくないよみたいな、元 AD からしたら確かに、ね、で女の子もちょっとうざになってきてる、はい、おもうほんまにこっちがなんか最初盛り上がったけど地獄みたいな感じになってて、一番左のちょっと可愛い女の子は怒ってるんですよ、大学マウントを取ってしまったらしくて、阿部ちゃんが、阿部ちゃんが寄って立命館大学やったらしいですよね、その女の子は京都のちょっと立命よりは下の、うん、京都大学やって、でほんまにちょっとイラッとされてしまって怒ってるみたいな、それで言うと俺も京さんやからそれはあかんでみたいな、確かに立命より下やしな俺ら、でこう女の子にこう協力してあげてちょっと癒すやるやん、味方つけてるよ、そういうの一番あかんからね、うん、俺は寛大落ちたんですよみたいな、うん、和んで、あいい、まあこれでなんか険悪な雰囲気がなくなりました、はい、めっちゃなんか大立ち回りしてんな勝つもんが、まあ結構楽しくなってきてさ、思いのほか、ただその幹事の人がめっちゃ気配りがすごくて、そのお酒なくなろうとしたら次何飲みますか、ワイン行きますって、ワイン飲まそうとしてきてるよって、うん、でもありがたいと、俺もこう4位に任せてちょっとやる気なくなってたけども、じゃあワインお願いしますみたいな、でそれをやっぱほんま全員に男がすごいね、気遣いが、そうみんな結構ペース早くて、うんうん、席替えしましょうって、おーいいよ、横からよ、こっからね、まあ、そのこう混ざる感じの席替えと思ったら、ここの2位をこうするみたいな、そういう理解ではないんや、そうでもこっちの方が良かったから、こっちの方に行って喋るで、多分一番左の方がまあ一番可愛い感じだったんですけど、ちゃんと見たら、まあ、身の国的な感じで着ていると着くれてんねん、いやそれは言うてないですけどいやそういうことや、赤いタオルそんなわけあるか、合コンに赤いタオルかけてくる女おらんこのぐらい目つぶろうやん、僕がステージですからそこがやっぱり陽キャではないっすね、多分全員、ね、まあな、そりゃそう、見た感じ俺もちゃうし、まあ、あっちがもうしびれを切らして、いやもう合コンっぽい質問しましょう、ほほ男がこの締めやったから、そうそうそう、もう女がしびれ切らして、そう地獄の合コンやろ彼女いるんですか、いついつ前まではいました、はい、俺6年おらんけど、まあ、2年いません、そっち6年はもう気に入るんですなんかなかなか、まあ、エロい感じではない、どんな体位が好きとか、こんな話さんのかなと思って、社会人合コンは、はいはい、好きなタイプを行くみたいな話があって、うん、でその一番可愛いじゃ一番可愛いって言われても猪木の方はきつい元気の子みたいな、この動画絶対見るなよお前ら本人見てるかも、よくないよ、手が175センチ以上、あブブー、タバコ吸わない、ブブー、落ち着いてる人ブブー、もう絶対無理やん一番可愛い猪木の子絶対無理やんってなって、いけるやつを行かないといけないんで、うん、この最初から白ワイン頼んでる40歳疑惑の人にちょっとロックオンして、はい、昔は遊んでましたよあと思ったけど、よいしょよいしょリアクション、そうなんです、やっぱそうっすよね、今はもう落ち着いてます、へえみたいなそんなこんなしてるうちに2時間経ちましたと、うん、飲み放題のね、まあでも盛り上がってるのは盛り上がってるから、うん、まあこれは2軒目あります、はい、まあもうちょい話したい感じだったんで、うん、盛り上がり具合カラオケとか行って暗がりでイチャイチャできたりとか、はい、で僕ね現金を持ち合わせていなくて、僕がカードで全額払って、まあ、みんなから1人6000円やったんですけど、うん、6000円もらうシステムでお会計させていただこうかなと思って、はい、でそれを幹事に提案したんですよね、はい、それはちょっとやめてください、それも男同士で借りたりしてください、おいそうなんやと思って、うん、で申し訳ないですけどちょっと阿部ちゃん貸してくれへんっつって、うん、男は6000円を渡して、その感じ、はい、そのみんな下降りて行って、じゃあ次行きますみたいな、かたくなに女の子全員が、いや明日早いんで帰ります、えその感じが駅まで送ってあげてみたいな、ちょっとお店とお会計あるからちょっといろいろしなくちゃいけないんでみたいな感じで、えなんで、あれは嫌やな、女の子送って行って、うん、で男だけ残って、いやなんかちょっと待てよと、うん、これなんかおかしくないか、おうおう、じゃあその芸人の大ちゃんが、あ、す
すみません、いいっすか、さっきの幹事の女の子なんですけど、僕らが最初時間潰そうと思って店行ったじゃないですか。その時にあの女が別の席で合コンにいたんですよ。合コンからの合コン、合コン走る、ちょっと待って、あれ3000円やんな普通飲み放題、せやな、女の子6000円渡すシーンあった、なんかなくないみたいな、はいはいはい、俺のカードはダメですみたいな、でお会計私店とあるからっつって店残ってる、おかしいぞ、うん、おかしいな、ミステリーみたいな展開になってワクワクしてきたな。で考えたら最初に入った時に女の子444で合コンしかなかったんですよ、うん、そこの店、うん、おかしくないそんなん、確かに。で2回も合コンしかしてなくて、1回は立食パーティーみたいな感じで、そういえば俺トイレ2階で行ってる時に店員さんと女の人の話し声聞こえてて、もうちょっとで終わりそうなんで、お金のあれはこういう感じでみたいな、なんかちょっとかすかに聞こえた。店と漢字繋がってな い, い, ないや、そうやな、ブルーで稼いでんねやな。だから3000円じゃないから、あれ6000円多く払わしてキックバックもらってるやろみたいな、急にあの女性の私帰ります感じ、仕事終わったか、あれはその別の女の子をタダでバイトでさしてんのか、タダで飲めるよ、いい男いるんやったら嫌みたいな感じで、ヤバすぎるやろ。確かに人材系とか詳しく言わん感じとか、でほんまにそういえば阿部ちゃんが俺アバターのやつに今度バーベキューあるから来ないって言われたんだよ、確定やん、なるほどね、マルチの誘ってるやつや、そういうか、そういえば俺若干それかもって思ってる節あったんですよ、なるほど、そのマッチングアプリで寄せ集めた女って怪しい、怪しいな、で俺席座った時に全員マルチやってる微妙な顔やったちょうどで俺それで笑けそうになってん、一回全員マルチの女の顔してる、会計の名前ですとか、うん、大ちゃんが言って先に合コンにいたみたいな、だそいつが全部合コン開いて全部のお金多めに取って店からナンパーもらうみたいな仕組みをやってるエグいやつやります。すごいね、そういう女って大体めっちゃ細いっすよ、皆さん気をつけてください。注意喚起動画やば、意味のない時間よいしょとか、そうなんですねとかマジでイラついてる、あの時間それその後さ、待てよあいつらヤバいなみたいな、その、うん、あいつらどうせマルチとかやってんねやろなみたいになった後、男はどうしたん、切れて、ってんみんな帰れへんがあって、うん、マチロで愚痴大会する、ガールズバーディーがドロンポの汁飛ばしてよかったっすよ。確かにどうやな、確かに確かに、あれだけ攻撃できたせやな、一矢報えたっすね、良くないから阿部ちゃんがちょっと動画に出て言いたいと喋らしてくれや、ほらほら、おお、一応まあ阿部ちゃんとの動画を撮ってきたんで、え、俺がやっぱエンタメとして騙されてる、うん、この実際に騙された人はどんな感情なのか、リアル騙されやな、あと一番白ワインとか飲んでこう意気込んでて香水もつけてきたの阿部ちゃんが一番傷ついてんねん、なるほどね、で一番気づいてなかったし。ダサく。じゃあはい、ちょっとこちら実際に騙された一般男性の映像でございます。どうですかこれ。騙されましたよ。一番怒ってるでしょ。許されないよ。なんだこれ。コスパゴミくずよ本当に。許されねえよ。いい加減しろお前。なあ。おい。ちょっと。30万人に俺の怒りを届けな、おい、おはよう。気づいてました最初ちょっと、いやでもな、なんか難しい話でさ、女性のランク、ランク言っちゃって、もう言ったっていいっすよ、ビジュアルのランクがね、非常に生々しいんだよね。生々しい、もうちょっと金発生してるなら美人でもいいかなっていう。しかもカメラマンさん LINE で CCDD ってランク付けされてました。そう、 LINE 来たな、あれでもだいぶ甘く見てそう、序盤からめちゃくちゃ酒飲んでたでしょ、なんでかっていうとアルコールで記憶飛ばさなきゃもうあのテンション上がんないなっていう、そうっすよね、ほんまこういうのしてる D ランクぐらいの女子が一番腹立つねん、腹立つな、いやもうセーバーしたい、可愛い子やったら、可愛い子やったらもうかわいい、しゃあないなってなるっすよ、ずんの飯尾さんにしか見えない。確かに絶対幸せになれへんから、よくない幸せにならないよ、地獄に落ちるお前ら全員、それはお金もらえるだけの会やから、そう、女の子も強気ですよ、どうでもええねんから、わかるわかる、めちゃめちゃイケメン来たらポってなんやろ、そう、めちゃめちゃええやん、イケメン来たら俺めちゃくちゃ今日あのはしゃい頑張ったからな。頑張ってお前ふざけんじゃねえよ。一番そのマルチとか飲み会バイトとかやってる顔やったんですよ、ちょうど、あー生々しい顔面だよな、生々しい歯並びしてんねん、そうそれあんたもやまんまとやられたよ本当に、めちゃめちゃ偉い人ですやん、悔しいよ、その同僚見て笑いますねこれ、一緒これは
何やってんすかプロデューサーまで登り詰めてしょうもないトラップハマって騙されんなよ本当に皆さんのすぐ足元に恐ろしいトラップが何て言ってんのすぐ迫ってるねこらえろ頑張ろうと全国の男性あの動画見て思ったのはお互い E ランクの合コンやったってだいぶ下がってるやんいやでも俺らはさ普通に行ってるわけやからさそうやなあっちはさ悪いな騙そうとしてこれってさ結構他にもあって Tinder で出会った女の子が指定した店バーとかに行ったら10万請求されたとか、うん、結構あるんすよね女の子が今回も指定したお店やったんですよもちろん、うん、やっぱそれって怪しい怪しい、うん、だから俺らができる対策としてはもう男側で決める、うんで値段を把握しておく、はい、安倍ちゃんね今回ありがたいことです顔出しで出てもいいよって言ってくれて、はいはい、安倍ちゃんは実は某局員局員なんですよえ局プロなんすよ局プロなんすよめっちゃ熱いやんいやでもすごい人なんすよすごいなこんなすごい人でも騙されるんだっていう現実ね確かに女動画顔出しで出して大丈夫ですかって何回も聞いたけど俺は大丈夫寄ってるやん寄ってるもうこれは言いたいバーベキュー誘われたんですよ安倍ちゃん、はい、それで後でみんなでえじゃあさっき言ってたバーベキュー行ってみたいですみたいなそのカマで LINE 入れてグループ LINE でいいねめっちゃいいよでそれでもうすぐ食いついてきたら絶対マルチやろっつって「安倍ちゃんその LINE 一回入れてみてよ」って言ったら30秒ぐらいで「9月23日にありますんで来てください40対40です」ってもう確定やんこれもしかしてバーベキュー潜入していやそれ撮りたいなちょっとクニーさんグッと言ってもらうのええんちゃう何やったら今回の保険を追求するみたいな本人にみたいな音声撮れたらめっちゃおもろいんちゃう安倍ちゃんが付き合えるまでちょっと追ってあげてくださいちょっとかわいそうあ今回の点数気になるそうやねじゃあ男の遊び毎回点数決めてますがちょっと今回イレギュラーチンダーからのマルチ誘い合コンの点数いただいていいですか、はい、マルチドラムロールマルチドラムロールちょっと違うマルチのやつでジョン4点怒りの4点逆に何なんその加点は4点座った時に、うん、全員マルチの顔してるやんって笑いがめっちゃ笑いそうなって思う巧妙なコント師の笑いいやでもこれマジで、まあ、問題っすよね男はその、うん、自分事ですよ暇やと思うねやりたいこととかないから働いて土日休んであんま面白くない日常の中にそういう誘いがあったらじゃあ人もいるのかなみたいな話俺らは仕事が好きやな仕事みんなしてるから芸人ディレクター、まあ、それは良かったよなっていう団結いいっすか僕のモノモースコーナーやらせていただいて、まあ、まずお前らがやってることはヌスッと空き巣とかと一緒、まあ、で稼いでる額も低いしそのやっぱ悪いことをする人の中でもめっちゃ稼ぐ人はいるわけよお前らはそういう小銭を稼いで何やった多分あの男アホやなあいつら全員騙せたわ黙ーみろみたいな思ってるかもしれへんでもお前自分の子供が生まれて家庭を持った時にその事実は一生消えへんうわ確かにそんなことをやってたお母さんが子供育てられるかなもうお前は地獄確定やうわ僕も一個言っていいですかえ大丈夫なんすか君らよりも絶対僕の方が楽しいからごめん君らより行く楽しいっす煽るねこれだけで大丈夫かなんでやん寄り添うねんお前はまだ抱きに行こうとしてるどうも、勝門です。いやー、本当に、こういうのは良くないですね。僕も、4年前ぐらいに、マッチングアプリで会った女の子と、ご飯食べていい感じになって、仕事何やってるって聞いたら、水売ってる、あと化粧品もって言われて帰りました。